高浜消防団の辞令交付式が1日夜行われ、団員たちが志を新たにしました。若狭消防署高浜分署で行われた辞令交付式には、消防団の団員や関係者ら合わせておよそ40人が出席しました。式では初めに今年退団した元若狭消防組合高浜消防団団長の古川春康さんら3人に感謝状が贈られました。退団に対して一言ご挨拶を申し上げます。まず世間がこのような状況の中でこの辞令交付式を行っていただき大変感謝しております。このあと辞令交付式が行われ、新たに副団長や分団長などに任命された団員と今年度の新入団員など合わせて30人に辞令が交付されました。この日の辞令交付式は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から初めて出席者全員がマスクを着用した状態で実施されました。式では最後に4月1日付で若狭消防組合高浜消防団第17代団長に就任した隅田信孝団長が団員たちに訓示しました。この度私は新年度の高浜消防団は新体制のもと、団員139名、機能別団員30名、うち女性団員5名の計169名でのスタートとなります。私たち高浜消防団は消防署と連携し、複雑多様化する災害に適切に対応できるよう知識と技術の習得に努め、災害のない明るい豊かな地域づくりに貢献してまいりたいと思います。この日は小浜消防団と上中消防団、それに大井消防団でも辞令交付式が行われました。